2010年改革が進まない大阪の政治を変えるために有志が集まり大阪維新の会を結成。府議会の過半数を獲得すると直ちに議員定数2割削減という大改革を成し遂げた。2012年国政政党日本維新の会を発足。さまざまな困難の末、覚悟ある維新スピリッツを持った有志が全国から立ち上がり、停滞する日本に改革の風を起こそうとしている。統治機構改革をやるという旗は絶対に下ろしません。そして2022年、次の扉が開く。日本維新の会代表の松井一郎です。日本維新の会は改革実行政党です。しがらみのない政治、既得権益打破、徹底した納税者目線で税金の使い道を見直す、これらを実現してまいりました。国会議員においても皆さんとお約束をした身を切る改革を実行し、自らの報酬2割をカットして被災地へ届けています。政治は結果責任です。国民の皆さんが安心して暮らせる国を作っていきます。日本維新の会をよろしくお願いいたします。日本維新の会副代表の吉村博文です。今の政治なかなか前に進みません。この国に必要なのは、さまざまな利権団体や政治家に近い人たち、あるいは大物政治家の顔色を伺うことではありません。決断できない政治じゃなくて、改革を前に進めていく実行力のある政治が必要です。例えば物価の高騰、今の政権は見て見ぬふりです。消費税下げましょう。ガソリン税の減税をやりましょう。社会保障料の減免も大胆にやらなきゃいけない時期です。しがらみだらけの政治では本当に必要なことはできません。そして次の世代の人たちが安心してチャレンジする暮らしてもらうことが必要です。教育の無償化、出産費用の無償化など改革で実行することができます。持続可能な日本を作っていきましょう。決断、そして実行ができるのはしがらみのない日本維新の会です。ぜひ我々日本維新の会をお願いします。覚悟を持って改革を進める仲間、海老沢由紀さんを紹介します。東京都選挙区、海老沢由紀。プロスノーボーダーとして国内外を転戦、地方議員や衆議院議員公設秘書として政治の経験を積む。次世代の明るい未来を目指し改革を実現します。日本維新の会東京選挙区の海老沢由紀です。4人の子どもの母として、教育の無償化などの改革に取り組んでまいりました。子どもたちの未来のため、現役世代の活躍を後押しするため、教育の無償化は憲法に明記し、経済的な負担がなく、学びたい子どもたちが自由に学べる国づくりを進めます。重点政策に掲げるもう一つが出産費用の無償化です。東京都では出産にかかる平均費用は約60万円、現在の出産一時金42万円では到底カバーすることはできません。出産は保険適用とし、合わせて出産育児クーポンを支給することで出産費用の無償化を実現します。ここ東京で出産し4人の子どもを育ててきた私だからこそ、自信を持って提言できる政策を実現していきます。そして防衛力、安全保障の強化も重要な課題です。ロシアによるウクライナ侵略という事態を受けて、自らの国は自らの手で守るという現実を見据えた安全保障政策を実施しなければなりません。憲法9条を改正し、自衛隊の存在を明記すること、自衛隊員の待遇・処遇を大幅に改善することが必要です。 GDP の比率で 1% 以下と慣習で抑えられている防衛費についても、まずは GDP 比 2% を目安に必要に応じた増額をしていかなければなりません。私、日本維新の会海老沢由紀は、他にも破綻寸前の社会保障制度の抜本改革など、政治が先送りしてきた課題に真正面から取り組み、改革と成長をお約束いたします。我々が他の政党と何が違うか、それはしがらみのない政党であり、改革を行う実行力があります。政治家には自らが掲げた政策を実現する覚悟が必要です。
東京都選挙区の海老沢由紀さん、女性目線で次世代の改革を進める仲間です。どうかよろしくお願いをいたします。比例代表でも覚悟を持った候補者が挑戦をしています。比例代表の投票用紙には候補者名、または日本維新の会、そして維新でも結構です。どうぞよろしくお願いいたします。